ジョージ・ロックバーグ、または、ロッチバーグは、アメリカ合衆国の作曲家、ユダヤ系、マネス音楽大学にて、ジョージ・セルラに指示。1968年まで、ペンシルベニア大学音楽学部主任教授を務め、その後も1983年まで教壇に立ち続けた。1963年に、息子の死を機に、音列技法を捨て、セリエルは、 情緒豊かな表現力に欠けており、悲しみや憤りを表現するに似つかわしくない、と述べた。1970年代までは、しばしば明らさまな調整音楽によって、議論を呼び起こした。ロックバーグは、無調整を抽象画に、調整を愚象画になぞらえ、自らの芸術的な足跡については、フィリップ・ガストンのそれと比較した上で、愚象性と抽象性との緊張感が、 自分たちの原理となっているとした。ロックバーグの後期作品はしばしば作曲様式においてシンドマン主義的であり、マーラー的ですらある。おそらく最も有名な作品はパッヘルベルのカノンを主題とする変奏楽章を含んだ弦楽史重奏曲第6番であろう。他人の作品からの引用を含んだコラージュ作品はさほど多くない。例えば、 死と時間に抗って、コントラモータムイテンプスでは、ピエール・ブーレイズや、ルチアーノ・ベリオ、エド・ガー・バレーズ、チャールズ・アイブズの作品からの引用学区が含まれる。アイザック・スターンや田崎悦子と親交が深かった。ありがとうございます。